が取れてるんじゃないですかね。やっぱり吹っ切れたっていうか、とにかく自分の相撲を取り切るんだっていうような感じの攻めですよね。そうですね、まあ、長くなったらね、よくないんでしょうけど、徳山さん、はい、どうですか、稀勢の里、はい、優勝争いに絡んできそうですか。まあ、絡んでいってほしいですね、はい。まあ、そのためには後藤翔吾君には悪いんですが、稀勢の里とこの一番落とせます。やっぱりね、曖昧でいかないとちょっと優勝争いっていうのはね、白鵬全勝ですから、軍配が返っています。稀勢の里と後藤翔吾君、後藤翔吾君も勝ち越しは絶対しなければいけません。左四つ、まわしは引いてません。ガブル、後藤翔吾君ガブル、ちょっと投げを打った稀勢の里と下手を引いています。左下手、上手は引いてない。後藤翔吾君はまわしは引いてません。あー、膝が大丈夫か、膝痛めたかな。稀勢の里ちょっと倒れるときに倒れ方がよくありませんでした。膝を押さえてます。あー、突き落としを、大丈夫ですか。あー、ちょっとやったばっかりでちょっと分かんないんですけどね、大丈夫ですか。大したことはないかもしれませんが、痛めたことは痛めたのかもしれません。あの、今ね、倒れた時にね、なんかひねったような、